衆議院議員東京比例代表選出高木啓でございます。いよいよ総裁選がスタートをいたします。私は高市早苗候補を全力でご支援申し上げたいと思います。高市さんは歴史と伝統に基づいた確固たる国家観を持ち、そしてさまざまな政策に精通をしている、そんな素晴らしい女性政治家でございます。そして外交や安全保障、また国土強靭化、コロナ対策、そうしたことだけではなく、私たちが今直面をしている我が国の格差社会や、あるいは弱者に対する目線、こうしたものも強くて優しい国を目指す高市さんの政策の一つだと思います。皆様方には女性初の総理大臣、さらには次の総理は日本国の第100代総理大臣でありますので、どうか高市さんをその第100代日本初の女性総理として皆様方に押し上げていただけますように、まずはこの総裁選で自民党総裁として果たせていただきたい、このことをお願い申し上げたいと思います。高市早苗候補をよろしくお願い申し上げます。